では、正の数の足し引き の演習問題を解いていきます。まあ、最初だからきちんと読み替えの部分も丁寧にやっていきましょう。5足す、マイナス5。マイナス5を足すことと5を引くことは同じ。なので、こいつは、こう変形できる。はい。これ0ですね。でじゃあ、2番、意味の読み替えをしていきます。マイナス10を足す。マイナス10を加えることと、10を引くことは同じ。だからこの式はこうですね。0よりも10小さい、0より10小さい数っていうのは、これはマイナスを使って表すことになってましたね。マイナス10、これが答えです。では次3番、この後ろの部分を読み替えていきましょうか。マイナス4を足す、マイナス4を足すことと4を引くことは同じ。はい。ここでちょっとね、数直線を持ち出して0します。数直線があって0があって、スタートここですね。マイナス16っていうのはここに負の数があって、変形した後にマイナス4を足すのと4を引くのは同じだから、マイナス16-4。これより4つだけ小さいところの値が何ですかって問題ですね。4だけ引くとどうなるか。ここにある値はマイナス20です。イコールマイナス20。これが答えです。分からなかったら、ちらちら数直線を持ち出して考えてみましょう。では、この後ろの方を意味の読み替えを変えます。マイナス7を引く。マイナス7を引くということと、7を足すということは同じ。したがって、こいつは7を加える。このように変形できました。マイナス3に7を加えると、こいつは4です。これ実は足し算の順番っていうのはですね、このようにして入れ替えることができます。だから、本当はこいつが 7-3 と同じなんです。だから答えは4です。はい。ではじゃあ次5番いきます。マイナス6を引く、マイナス6を引くということと6を加えるということは同じ。この式はこのように書き換えることができる。マイナス6を引くということと6を加えるということは同じ。0よりも6だけ大きい数は、これは正の数だからプラスを使って表すことになってない。プラス6。まあ、プラスは別にこれは省略してもいいので、これなくても構いません。答えは6。では最後の問題。マイナス12を引く、マイナス12を引くということと12を足すということは同じ。この後ろの部分はこのように変形できる。18プラス12。これだとなんかよくわからないんだけど、これはもうここまで変形できればただの足し算になってしまうんですね。だからこいつは30、答え30、これは答えです。